なんといっても僕はもうねシルエットがすごいかっこいいなと思っております。はい、スタイリッシュかつエレガンスね、はい、そんなチェスターボートとなっております。より上行っちゃうみたいなね。はい、どうも早稲のディセです。今回はですね、もうこちら映ってる通り今回ベッドフォードからですよ、もうメインコートが到着しました。はい、もうめちゃめちゃかっこいいね。僕展示会行った時にね、もうすごいこれもういわゆる推しコートだったんですよ。もう一目惚れしたわけですね。もう一目惚れしました。はい、まあ、このねデザイン性といい、そのなんかこうシルエットのね美しさといい、まあ、ここら辺はね細かいところは後ほどちょっとご説明して、ちょっとね着用のスタイリングがどんな感じのものかというところをねお見せしていきたいと思います。これから皆さん、はい、もうそろそろね涼しくなってくる季節ですので、秋冬のですね、はい、ちょっとこう盛り上がりがねかなりね今から出てくる季節に、そんな中でねアウターが入ってきておりますので、今からねアウター選びに困った方、そして今年は何を買おうかなと、ショート系のアウターもしっかり、長い系のアウターもしっかりですけども、そんなねご視聴者様のためにですね、はい、今回ですねこちらのコートをねご紹介したいと思いますので、ぜひねこちらのメインアウターとしてご検討していただければなと思っておりますので、よかったら最後までご覧ください。はい、このバースデーチャンネルではですね、福岡市中央区大名にございますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。毎日19時に更新してるんですけどもですね、メインの紹介は商品の紹介、そしてスタイリングの紹介、そして取扱いブランドはですね、ワカンシルバースミスやトゥアレグジュエリーといったシルバージュエリーのブランドを取り扱っております。そしてフレグランスブランドはですね、サノマを取り扱っております。サノマはですね、香りにまつわるプロダクトを行って展開しているんですけども、お香、フレグランス、そしてお香、そして、シャンプートリートメントハンドクリーム等のねプロダクトを行っておりますので、よかったらチェックしてみてください。そして最後にですね、うちで取り扱いの e バイク電動自転車ですね、スーパーセブンティスリーやアルコンといったですねブランドを取り揃えておりますので、過去の動画もたくさん見て、よかったらですねチャンネル登録といいねボタンの方をぜひよろしくお願いいたします。はい、それではじゃあ早速こちらの商品ご紹介していきましょう。はい、今回ですねご紹介するのはこちら、ベッドフォードよりご提案しているバイオリンコートというね、はあ、はい、どういったコートですか。バイオリン、バイオリンコート、これ簡単に申し上げるとですね、こちらのラペルの片側がバイオリンのデザインになっているがゆえにバイオリンコートというね、これはまあベッドフォードのねいわゆるシグネチャー的なね今期のアイテムとなっております。はい、この基本的なベースはですよ、まあ、チェスターコートなんですよね。はい、見ての通り結構クラシックな定番なねチェスターコートに一見見えると思いきやですよ、ラペルの遊び部分だったりとかですね、はい、ちなみにこれ片方バイオリンになってて片方ボタンついてますみたいな、これ実はこのボタン飾りなんですよね。なるほど、はい、止めれるわけではない。そうなんです、基本的には開けて着ることが前提に作られている結構遊びの効いたねコートではあるんですけども、このね美しいこのシルエットのラインがですね、僕はすごくねたまんなかったですね。お、なるほど、開けて着ることによって最高にかっこよくなると。そうなんですよ、はい、まあ、ここら辺はですね着用した時にですね、またちょっと見たらねより分かりやすいかなと思うんですけども、はい、ちょっと次素材の方を行ってみましょうか。こちら素材はですね、はい、ウール 100% なんですけども、これですねスーパー160というね、おー、かなり上質なね素材感を使用しております。なるほど、相当きめ細やかな、はい、もうめちゃめちゃきめ細やかで、かつ、うん、やっぱこう秋冬のアウターではあるんで、かなり厚手ですよね。はい、厚手でしっとりとしたなんかこうちょっとカシミヤを触ってるような感覚になりますけどね。 はい、そんな感じのね保温性のあるしっかり秋冬としてちゃんとね成り立つようなねチェスターコートとなっております。はい、そしてねまあフロントのデザインが結構インパクトなんですけども、細かいところ見ていくとですよ、こういう裏地がペイズリーになってたりとか、はい、裏地背抜きになってますからね、しかも、うん、はい、オールキュプラではないんですよ。はい、でこういうパイピングのところもしっかりこだわってペイズリー柄のデザインに落とし込んでおります。はい、で内ポケも、しっかりついているようですね。はい、内ポケもございます。大事ですよね。そうです。そしてフロントにはね大きなポケットがあるんで、しっかりと、まあ、収納もね秋冬のコートですけどしやすいようになっております。そして裏ちょっと行ってみましょうか。裏こんな感じです。はい、
結構ね、もう裏はあの王道な、王道たるデザインのね、チェスターコートになっております。あ、で意外とスリットも深めですね。そうです。うん、スリットはこんな感じ、深めになってますね。だから意外と歩きやすいというか、まあ、動きやすいようにはね、ちゃんと考えられてはいるんですけども、うん、なんといってもやっぱこのね、フロントのデザインがかなり特徴的なあのコートとなっております。はい。そしてあの本セッパの部分はこんな感じですね。はい、しっかり、本セッパで、ボタンも開閉できると。はい、折って折り返してもですね、ペイズリーの、あのケプラが出てきます。あ、こういうとこすごく好きです。細かいディテールにこだわってますよね、うん、はい、こんな感じのコートでございます。これはもうなんといっても僕はもうね、シルエットがすごいかっこいいなと思っております。はい、そしてうちでね、あのバースデーで入荷してるサイズがですね、0と1っていう、まあ、いわゆる S と M サイズの2サイズ展開を、はい、うちは仕入れておりますね。はい、で意外とですね、なんかこう開けて切る前提ってことは意外となんかゆったりしてるのかなと思いきや、開けて切るのが前提がゆえに結構細身に作ってるというね。ほう、開けてきた時にちょうどこうボタンを閉じ、普通のチェスターだったらボタンを閉じた時のような、はい、シルエットラインに見えるところもまあポイントなのかなというところです。こちら気になるお値段はですね、こちらになります。うん、はい、まあ、秋冬のこのね、スーパー160を使ってこんだけのデザイン性があって、このビジュアルですよ、この金額かなり満足度高いと思います。うん、はい、そうですね、もう気になっちゃう方はですね、オンラインストア、はい、こちら貼っておきますので、もうぜひ、買ってみてください。サイズ表記載せてますので。あ、はい、そうですね、はい、サイズスペック載せてるんで0と1、うん、はい、どちらでも、はい、いいと思います。はい、じゃあこちら、じゃあもう来ちゃおうかな俺。そうですね、はい、まあ、やっぱサイズ感買うためにはやっぱサイズ感一番大事ですからね。そうですね、うん、僕が先に伝えておきますと、着用するのは僕は1の方の M サイズの方をね、着用していきたいと思います。今回ちょっと僕ベッドフォード あのフレアパンツは合わせてますので、このままのスタイリングとちょっとパンツを変えたね、見え方の違うちょっとスタイリングで、あの2本、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速着用してみました。私が着てるのがサイズ1でございます。めちゃめちゃかっこよくない？これかっこいい、スタイリッシュっすね。かなりスタイリッシュかつエレガンスっていうね、うんうんうん、はい、そんなチェスターコートとなっております。僕ね、あのテイラードジャケットとかチェスターコート大好きだからですね。はい、もうこれは展示会で見た時本当に一目惚れしたというね、シルエットがこの感じ、かなり美しい綺麗なシルエットじゃないですか。いや、綺麗っす。うん、これですね、僕サイズ1を着用してるって冒頭でお伝えしたと思うんですけど、肩が結構ジャストなんですよ。ほう、そう、割とその肩周りは本当に細身に作ってあるんですよね。が故にですよ、開けた時に着る方がちょうどいい。仮にこれ閉まってたらちょっときついなって思う。ああ、本当ですね、はい、そうなんですよ、これ開いてるぐらいがちょうどいいんですよね。そういう風にちゃんとパターンも考えられて作ってあるコートです。はい、そしてカラーはこれブラックですね。ブラック見えてます？ちゃんと。あ、似てますよ。あ、バッチリですか？もちろん似てますよ、はい、こんな感じですね。こんな感じのブラックですね、はいはい、大人なエレガントコートでございます。結構ね、これ合わせ幅もう僕は今ね、T シャツとマイデニム T シャツと、ベッドフォードのフレアパンツ、このでね、スタイリング組んでるんですけど、もうシンプルに合わせたい方はもうこの感じのスタイリングで完成です。はい、中はもうロンティにしたりとか、あとはなんかこうね、タートルネックのカットソーだったりとか、はい、少しシャツとか着てあげるだけでもね、スタイリング完成しちゃうようなね、すごいこれは主役級のコートですよね。はい、じゃあね、この感じ覚えておいてくださいよ。こういう感じもいいですし、僕はですね、せっかく、まあ、ベッドフォードから出てるこのチェスターコートはですね、僕ベッドフォードに合わせるのがかっこいいなと思ってるわけですよ。ほう、はい、デニムではなくてと。デニムではなく、まあ、ベッドフォードこれデニムなんですけどね、はい、ではなく、ちょっとベッドフォードらしさをね、出したスタイリングをね、ちょっとご提案したいなと思っております。はい、ではちょっとね、そちらのベッドフォードのスタイリングをどうぞご覧ください。はい、それでは着用してみました。ベッドフォードといえばですよ、このグリッターシリーズですよ。はい、うわー、流星さんマジ似合うっすね。僕似合うと自負しております。はい、結構こういう派手なの似合いますからね。マジで間違いないっす、クソ似合う。そうですよね、うん、そのなんかこう言っちゃえばインパクトあるじゃないですか、こういうグリッターシリーズ。今回着てるのがですね、グリッターのタートルネックですね、とこちらグリッターのフレアパンツです。はい、こちらパンツはですね、以前セットアップでご紹介してるやつと、これも紹介してるはずですね。全部紹介しちゃってるんですけど、こちらサムネ貼っときましょうか。じゃじゃん、はい、はい、よかったらご覧ください。はい、こんな感じでね、スタイリングを単体で、めっちゃすいません、めっちゃすいません、
を続けちゃいますけど、あ、もうごめんなさい、はい、そうなんですよね、これ単体で使う見るとね派手だなと思うんですけど、意外とこういうさベッドフォードの合わせで見たらかっこよくない、これすごいかっこいいです、まあ確かに本当単体洋服かかってるだけ見るとうわこれどうやって着るんがいいなと思っちゃっても仕方ないですよね。そうなんですよ、うん、僕結構このチェスターコートですね入ってきていろんなパンツで合わせてみたんですけど、うん、これベストだと思うんですよね僕は、はい、このグリッターフレアパンツ、なるほど、はい、まあコートに存在感があるからパンツ控えめにしようかなと思うところを、そうなんですよ、逆に派手いっちゃもっとより上いっちゃうみたいなね、はあ、そういうねなんかこうパンツの使い方は僕かなりありだと思います。で足元は基本的にブーツ鉄則ですね、うんうん、はい、そう逆になんかもっともっとそのコンパクトに綺麗めなスタイリングにしたいと思う方はですね、もうほんと無地Tに無地シャツだったりとかそれに無地パン合わせてもうシンプルにさらっとスタイリングを組むだけでもこのコートは超映えるので、はい、なんかこういろんな幅広いスタイリングで楽しんでいただければと思うんですけども、私やっぱそのバイヤー佐藤からするとですよ、やっぱこういうなんか攻めたねそのグリッターデザインだったりとか、まあ、ベッドフォードで合わせるのはかなりまとまりがあるからそういう使い方をね、まあ、ぜひやってもらえたらなと思います。今後はそれこそベッドフォードは今シーズンの秋冬コレクションからねバースデーは取り扱い始めてるんですけども、すでに福岡にねいるファンの方、そして今からねベッドフォードを知ったっていう方とかはですね、こういうスタイリングをねぜひぜひ交えていただければなと思っております。はい、結構パンツ派手でも意外とコートで上からちょっとバブッとかぶせちゃったら割と使いやすい。確かに、まあ、見える範囲が少なくなる分派手なパンツも使いやすくなりますね。そうなんですよね、うん、はい、がゆえにですね全てのアイテムはこれ僕すごいおすすめなんですけども、こちらの方にオンラインストア貼っていきましょう。はい、こちらの方からですねご購入お買い求めいただけることができます。はい、まあ、サイズ感とかに関してはですね詳しいことが分かんない方はですねお問い合わせフォームだったりとかインスタの DM からですねお問い合わせいただければなと思っております。はい、どうすか、マジでかっこよかったっ、いいよね。いや僕も、まあ、展示会行けてなかったので、うん、まあ、実物どんなもんかなと、まあ、佐藤バイヤーさんがですね、はい、相当絶賛してたこのコート。そうなんです、やはり実物を見るとその理由が納得できます。だから動きがあってもかなりかっこいいアイテムだからですね、うん、いやいいですね、今年のねメインアウターとしてぜひね選んでいただければなと思っております。はい、じゃあ最後まで見てくださった皆様誠にありがとうございました。はい、よかったらですねチャンネル登録といいねボタンの方ぜひよろしくお願いいたします。はい、今後ですねベッドフォードのアイテムをまだまだご紹介してないのありますので、よかったら次に出てくるベッドフォードのねまあアイテムの動画だったりとか、そして他のブランドもね秋冬物がかなり入ってきてますので充実してるタイミングですので、よかったらね引き続きバースデーチャンネルをぜひチェックしてみてください。最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。